卵巣腫瘍は卵巣に発生する腫瘍である。卵巣には細胞分裂が盛んな様々な細胞が存在するため多種類の腫瘍が存在する。ここにはクルーケンベルグ腫瘍のような転移性卵巣癌も含まれる。卵巣の脳法としては卵巣脳種がある。卵巣の選挙性病変として重要なチョコレート脳法などは腫瘍ではない。成熟脳法器形種。 良性腫瘍。肺細胞腫瘍であり、毛髪が含まれることが特徴的である。脳胞内部は脂肪を典型的には、脳胞内部は T1 ウィスコンシンで高信号域脂肪抑制 T1 ウィスコンシンで低信号となるからである。本文を参照のこと。 2004年における10万人ごとの卵巣癌による死亡者数データが0.6以下0.6から1.2、1.2から1.8、1.8から2.4、2.4から3、3から3.6、3.6から4.2、4.2から4.8、4.8から5.4、5.4から6、6から7、7以上正確な原因は分かっていない。日本を除いて、 この疾病は工業化された国々で多発している。米国では1.4%から2.5%の女性で卵巣癌に罹患する可能性がある。高年齢の女性は高リスクである。卵巣癌による女性の死亡者の半数以上は55歳から74歳の年齢の範囲であり、同じく死亡者の1、4が35歳から54歳の年齢の範囲にある。 乳製品をたくさん摂取しても、あまり摂取しない人と骨折のリスクは変わらないが、乳製品の取りすぎは、卵巣癌のリスクを高めると言われる。特徴的な自覚症状は乏しい。主な初期症状は、腹部傍慢管腹部主流自覚トイレが近い。卵巣腫瘍は、起源細胞によって分類されることが多い。由来細胞を決定した後、量性腫瘍、境界悪性腫瘍、 悪性腫瘍と悪性度を分類する。表層上皮性、間質性腫瘍卵巣を覆う、表層上皮や卵巣間質が主要化した、場合制作間質性腫瘍卵瘍、または肛体に由来する場合肺細胞腫瘍卵子に、由来する場合境界悪性腫瘍は、全蛋状態ではなくて悪性度の癌である。表層上皮性、間質性腫瘍の悪性腫瘍を巣癌ということが、多い。 卵巣腫瘍は一般的に無症候性であることが多い。それは卵巣が外界と連絡していないため出血に気がつきにくい点と卵巣が2つあるため一方で生じたホルモン異常がもう一方により代償されやすい点が挙げられる。巨大になると圧迫症状として急性腹症、腹部膨慢が生じることがある。これらの症状が出現する頃には腹膜発症を起こしており、 知識的な場合が多い。画像診断、腫瘍マーカーによって診断を行い、悪性が疑われた場合は原則として回復手術を行い、回復によって病気診断及び生検による病理診断を行う。悪性が疑われただけで回復をする数少ない腫瘍の一つである。卵巣の小液性腫瘍表層上皮性、間質性腫瘍の発生メカニズムとしては排卵における。 卵巣上皮の破綻と再生というプロセスにおいて遺伝子変異と風乳濃法を形成することが原因と考えられている。リスクファクターとしては排卵数、糖尿病、喫煙、動物性脂肪の摂取が考えられている。低用量ピルの使用は血栓症のリスクは上昇させるが排卵抑制で卵巣癌のリスクは減少させることが有名である。 表層上皮が腫瘍化する際は、ミュラーがんから発生する卵管、子宮の細胞に類似することが多い。卵管に類似する場合は、小液を分泌する、小液性脳法腫瘍、子宮系感染に類似する場合は、粘液を分泌する、粘液性脳法腫瘍、非妊娠時の子宮内膜に類似する場合は、類内膜腫瘍、妊娠時子宮内膜に類似する場合は、明細胞腫瘍となる。 文化度によって、小液性脳法潜種、小液性脳法腫瘍、小液性脳法腺癌と末語が変化していく。小液性脳法腺癌の内部形態は多房性から充実性まで様々である。腫瘍系が小さいうちから、腹膜播腫が起こりやすく、早期に症状が出現するが、早期発見しても進行が早く、用語は極めて悪い。 卵巣癌で最も頻度が多いのはこの消液性、脳胞腺癌である。粘液性の胞腺癌は多忙性で、角壁は薄いことが多い。転移しにくく、症状も出現しにくいため、発見時は巨大になっていることが多い。進行は極めて遅く、巨大な割には病気が進んでおらず、予後が良好である。明細胞癌は、充実部と脳胞部が混在している。 子宮内膜症との関連が報告されている。化学療法が無効である。日本はピルの普及が低いことから、明細胞が,んが多い傾向がある。類内膜洗顔は充実性であり、予後は良好である。下流膜細胞主卵層の製作間質を由来とする細胞の主要であり、未分化生成を由来とする細胞を模倣する。卵胞膜細胞、胸膜細胞が腫瘍化すると、 エストロゲンを産生、下流膜細胞が主要化するとアンドロゲン、またはエストロゲンを産生する。間質の繊維目細胞由来の繊維種は、ホルモン産生をきたさない。エストロゲンを産生する、胸膜細胞種、下流膜細胞種は閉経後の女性の再女性化を、きたす。一方、下流膜細胞由来でアンドロゲンを産生するセルトリ、間質細胞種、 来利被細胞腫は20代女性に発生し、脱女性化症状、男性化症状が現れる。このように症状が健在化しやすいため、早期発見が期待できる。良性腫瘍にもかかわらず、強水、腹水の貯留が認められるが、腫瘍を摘出すると速やかに消失する。卵黄脳腫瘍に見られるシラーでルる固定原子、生殖細胞を発生破蜂とする腫瘍であり、 成熟脳法器形種が有名である。10代後半から30代の女性で発生し、ほとんどは無症状だが時に苦記念点を起こし、急性副症となる。デルモイドの画像検査では、ヘアボール、脂肪石灰化が認められる。重要な間別疾患として、子宮内膜症の卵巣チョコレート脳法がある。どちらも MRI の T1 ウィスコンシンにて、 高信号となるが、死亡抑制 T1 ウィスコンシンでは、子宮内膜症は高信号のままなのに対し、デルモイドは低信号となる。ほとんどが良性腫瘍であるが、35歳以上では1から2%の確率で悪性転化する。悪性転化すると極めて悪性であるため、良性腫瘍のうちに片側付属季節除術をアランソう腫瘍核出術を行う。 なお、もともと悪性の気形種としては、未熟気形種が知られており、未熟な神経組織が認められロゼット形成が認められる。胃がんのインカン細胞がん。核が偏在しているのが特徴的。このような病理像が卵巣腫瘍で見られた場合は、予後は極めて不良である。特に有名なのが、胃がんなど消化管腫瘍の卵巣転移である、クルーケンベルグ腫瘍である。 がんの印鑑細胞癌が,が転移するのが典型的である。通常両側卵巣に、リンパ行性に転移する。非常に横が悪く、治療内容に関わらず、約90%が1年以内に死亡する。卵巣腫瘍はスクリーニング法が存在しないため、何らかの医療機関のフォローアップ中に偶然発見されることが多い。自覚症状が乏しいため、 進行癌になった状態で発見されることも極めて多い。軽質帳音波によって卵巣腫瘍と確認した後に MRI にて局所進展評価、CT にて転移の評価、腫瘍マーカーにて組織型の評価を行う。良性腫瘍であれば妊娠可能な卵巣腫瘍核出術を選択することができる。しかし、悪性を否定できない場合は、 必ず回復手術が行われる。卵巣癌の進行期決定、及び性質の決定はあくまで病理診断となるからである。以下にフィグの進行期分類に基づく簡単な分類を示す。日産府2014、フィグ2014国立癌研究センターより、引用1、卵巣の表層を覆う膜が破れること。2、腹腔内に生理的食塩水を注入した後、 復腔内貯留液と共に回収したもの。クルーケンベルグ主要。CEA 高値となることが多い。原発層の精査として内視鏡検査や PET が行われることがある。特に CA125 が卵巣癌全体のマーカーとしての役割を担っている。AX 放血症中アミノ酸濃度のバランスの違いを解析 CA125 消液性、脳胞腺癌、 類内膜腺癌、移行上皮癌、CEA 粘液性脳膜腺癌、クルーケンベルグ主要エストロゲン下流膜細胞腫、胸膜細胞腫アンドロゲンセルトリカン質細胞ライ内ィ皮細胞腫、AFP 卵黄脳腫瘍、胎児性癌、HCG 重毛癌、胎児性癌、未分化細胞癌、LDH 未分化細胞癌基本は、外科的腫瘍切除であり、化学療法が併用される。 基本的な術式は以下の通りである。これらによって病気が決定され、腫瘍を摘出しきれない場合は、術前に腫瘍を減量する目的で先に化学療法を行うネオアジバント療法も用いられる。術時に腫瘍を摘出できない時は、腫瘍減量術や試験回復を行うこともある。ヤの時の未居時希望があれば、片側乱創設除術が選択されることがある。 手術の合併症、編集量卵巣摘出術を実施した場合、女性ホルモンが減少するため高年期障害のような症状が現れることがある。いや、ビーかつグレード1、2であり、かつ組織型が明細方眼以外であれば手術療法のみで経過観察されるが、それ以外は術後化学療法を用いた修学的治療を行うのが標準である。 粘液性の応報がんと明細報眼は化学療法が無効である場合も多い。ありがとうございます。